どうも皆さんこんばんは、おしょうでございます。クリスタルズやっていきましょう。さて今回まずね、あいつテイムさせてください。はい、クリスタル生物じゃないんだけど、はい、ダイオドンのあれだね、145レベルオス、しかもイベから。ちょっとねオスのダイオドンの高レベルが欲しいなと思ってて、でなんかおあつらい向きにちょうどいいのがいたんで、あいつちょっとテイムさせてください。でまあ取り巻きがちょっといるので、どう処理していこうか。結構いるな。まあいいや、いるな、おい、ずいぶんいるな。よし、オッケー。個体としてはいまいちだね。うん、重量が低いっていうこと以外は全部平均だけど、まあ重量がちょっと減っちゃってるのが結構いまいちポイントだね。カラーリングだけやね。で、食料値はもうさっき回復能力使ってだいぶ減ってるので、もうキブル上げちゃっていいでしょ。オッケー。ダイオドンは食料値減ってるとあっという間にテーマ終わるからいいよね。さて、無事ダイオドンもテームし終わったことですし、じゃあ本命いきましょうか。今回本命の生物はこちらと言ってもまあ見えないんですけどね、こっからだと。まあ今ね、こちら、ブラッドクリスタルエリアに来てます。まあ俺が勝手にそう呼んでるだけだけど、まあブラッドクリスタルエリアといえばね、あ、いたいた。はい。あれです。クリスタルで、見えねえ。クリスタルデイノニクスですね。はい。まあ最初の探索の頃からずーっと見続けてきたやつで、結構数もいっぱいいるやつです。で、ブラッドクリスタルエリアと、あとはまあ、ブラッドクリスタルエリアに隣接している砂漠エリアの端っこら辺にもちょくちょく湧いてるかな。はい。だからまあ、見つけるのはそんなに苦労しない。で、ただね、結構このエリア、ちょこちょこ散歩に来てたんだけど、卵が見つからないのよ。デイノニクスって皆さんご存知の通り、まあ、卵から孵化して、テイムするっていう、まあ、そういうやつじゃないですか。でもね、卵っていうか巣が見つからないですよ。卵どころか巣もないと。で、気絶テイムなんじゃねえかなと。はい。こんだけ卵がないということは、気絶テイムの可能性あるよなと。内部データがもしかしたらラプトルとかになってる可能性がなくもないかなと思って。なのでちょっと今回、とりあえずまず1匹気絶テイム試してみようかなと。はい。そこそこのレベルのやつをね。で、まあ、もし気絶テイムができるようだったら、まあ、デイノニクスなんでね、せっかくなんで3匹ぐらいテイムしちゃおうかなと。デイノニクスって3匹で群れだよね、確か。まあ、色味的には大体みんななんか赤とか黒ばっかりだよね。イベカラではないかな。とりあえず90とか。できればオスメスで揃えたいよね。ちょっとなんか適当なやつに1匹殴られてみたいよね。まず出血があるかどうかちょっと確認してみようぜ。なんかレベルが低いやつとかにちょっと軽く殴られてみたい。85レベルか。85レベか。まあでも1匹だけだったら別に対処できないこともないでしょう。ちょっと弱い者いじめもしてることですし、ちょっとこいつ、モスコプスを、あるね、ちゃんと。あ、ちゃんとあるわ、出血。ちゃんとデイノニクスとは、これ。1、2、3、4、5、6、オッケーオッケー。ちゃんとデイノニクスの出血するわ。うん。この痛いやつ。このえぐい出血、うん、ちゃんとあったわ。見た目だけ変わったらラプトルかと思ったけど、そんなことはねえわ。おお、密集しとるな。いやー、できれば140レベル以上でちょっと固めたいんだけどね。130レベルとかはちょっと、おお、いたわ、マックスレベル。もうこれだけで完結してるよ、これだけで。この群れだけで完結してる。これ群れ丸ごともらえたらいいんだけど、群れ丸ごと。ちょっと1匹ずつ削れるところだけ削っていこう。所詮はデイノニクス体力は低いからね。ああ。ちょっと削れるところだけ削っていきたいんだけど。例えばこいつか。この黒いやつ。この黒いやつ確か20レベルだから。オッケー。やばい。わかるか。これさ、ブラッドクリスタルエリアになんでこいつら配置されてるか分かった？血があるからか。血が出るからか。こいつらを相手すると。血まみれになるからか。そういう理由やろ、これ。作者さん、そういう意図で作ったかどうか知らないけど。多分そういうことじゃねえの。ブラッドクリスタルエリアにこいつら配備したなんて。ほら、もうほら、ちょっとスタックするだけでこれだもん。もう血が止まんねえんだけど。あ、オッケーオッケー。ノコノコついてきてくれた。150レベルの方もノコノコついてきてきたけど。さ、待って。うんこしてる場合か、お前。いけるか。血が止まらない。あー、やべ、ダメだ、判定がひれえわ。
で、デイノニクスって上から下まで振り下ろしてるからね、多分上の判定きついんでしょ。でもデイノニクスそんなになんか、オッケー、いいよいいよいいよ、そんなにね、気絶値はなんか高くないというか、耐性はないはず、そんなに。え、まさかワイバンクラスあるってことないよね。デイノニクスって気絶値そんな高くないよな。多分ラプトルぐらいだよね。あ、寝たわ。あっという間だった。寝たわ。一応普通にテイム効果は出てるけど。まあ、デイノニクスとかワイバーン一応眠らせること自体できるからな。食料を放り込めるんだったらテイムができる可能性もあるが、果たして。食料をインベントリに入れてテイムとなってはいるけれども。これと、これ。ああ、一応対応してる対応してる。これいけるか？対応したぞ、ほら。あ。え？ああ。プライムクリスタル一紙で98% までいった。うわ、これだったらあれだな。なんかもう一個ワンランク下の適当に作っちゃったクリスタル持ってきてよかったな、これだったら。てか一応メレー300だけど、クリスタル眠い眠いオーラ出てた。これメレー300になってっけど、クリスタル眠い眠いオーラのせいだよね、これ。なんか一応見た感じ出てないけど、クリスタル眠い眠いオーラ。マジで？マジで？うわ、気絶テイムやん。マジかよ。うわ、怖っ。見てこれ、目怖っ。いや、思ったより黒いね。なんか思ったより。じゃあとりあえずマックスレベル1個、待った、あ、やべえ、落っこちた。マックスレベル1個テイム成功で、一回ちょっとクライオポット入れて、ちょっと待って、あれ高低差のせいでちょっと危ないんで、ちょっとここでゆっくり見るわけにはいかないので、ちょっと少し安全な場所に。ここブラッドクリスタルエリアではないんだけど、対岸の砂漠エリアとかめちゃめちゃ湧いてんだよね。ほらめっちゃいるやん。ブラッドクリスタルエリアよりもいる可能性あるぞ。これものの見事にみんな真っ赤っかだね。なんか多分イベカラとかはもう湧いてないと思うけど、ほとんどここだったらステゴサウルスたちが守ってくれるでしょう。さて、うん、まあやっぱりメレーはクリスタル眠い眠いオーラが出てたみたいね。うん、いつものクリスタル生物特有のメレーですわ。見た感じデイノニクスと別に大して変わんないかな。うん、あんまりステータス的な差異は見受けられないが、ただあれだよね、あの卵からさ150レベルをテイムするんじゃなくて、150レベルをテイム効果つけた状態でテイムできるから、普通のデイノニクスよりちょっと伸びやすいステータスが。あ、てかこれクリスタルだったんだ。うわ、これ綺麗な生え方してんな。ほら、クリスタルが縁取ってその間からトサカが生えてるよ。綺麗な生え方してんなお前。あ、やべえ、ちょっと待った。ステゴサウルスがなんか逃げ出しているってことはちょっと危ない可能性があるね。じゃあこの調子でまたメス、今のなんだっけ、今の子ってテイムしたのオスよね。あ、オスだね。じゃあこの調子で、メスの高レベ1匹と、あともう1匹、どちらもまあオスでもメスでもいいけど、とりあえず高レベ固めちゃいましょう。亀にリンチされてる。亀にリンチされてる。いや、でもむしろ亀を押し返してるのか。ああ、押し返したね。いいじゃん。メスの145レベルいるよ。メスのリーダーいる、メスのリーダー。ただ、色が同じだな、あれ。さっきテイムしたことほとんど。なんか見た感じさ、地の肌が白い子と黒い子が いるから、できれば次は白い子をテイムしたいんだけど、カリコテリウムが溶けちゃう。なあ、これ南国な、なんだこの南国なブラッドワイバーン。しかも135レベルやし、こいつ。すげえ。なんか、なんだこれ。すごくトロピカールなんだけど。なんかこんな感じのフルーツあったよな、前。なんかこんな色のフルーツなかったっけ。なんか。待った。今思ったんだけどさ、メス1匹テイムして、あと1匹はブリーディングしちゃおっか。それで3匹揃えよっか。そういえば。
クリスタルデイノニクスの卵がどんな感じのものなのかってのも若干気になるしね。よっしゃ、せっかく3匹揃えるんだったら、じゃあ1匹はブリーディングにしよう。オッケーオッケー、決まった。じゃあメスだな。高レベルのなるだけ肌が白いメスが欲しい。あの子はね、多分レベル的にはいいんだけど、くそ、肌が白い子がいい。うん、肌が白い子がいいって。いやー、いいんだけどね、いいメスなんだけど、色がな同じなんだよな。うん、畜生、意外とこういうとここだわり出すとほんと時間かかるね。マジでもう。来た、ナイトシェードデイノ。そう、なんか知らんけどさ、ほら、クリスタルデイノニクス、夜になると名称変わるんだよね。なんかナイトシェードデイノってなんか変わんのかな。あ、やっぱ死んじゃった。あー、よさげなのいたよ。白いかどうかはちょっとなんか夜になっちゃったからいまいちわかんないっちゃわかんないんだけど、なんかよさげなのいたな今。なんか茶色っぽいって感じがしなくもないけど、まあええやろ。じゃあちょっとこの子をどうやって分断しようか。どうやってカイラル結晶で分断していこうか迷うところですが、まあとりあえずちょっと格好撃破していきますか。ブレスワンパンだからね。なんかさ、見た感じちょっと移動速度上がってない？なんか夜になって、気のせいかな、なんか速くなってる気がする。攻撃力云々じゃなくて移動速度の問題かな。この旦那さんが邪魔だな。これで死なないかな。あの旦那さんがちょっと邪魔すぎるな。これあの女を物にするためには旦那が邪魔だな。ほらめっちゃぴったりくっついとるもんこれ。ちょっとちょっと待って、なんかさ、あ、早いのとなんかぼやける気がする。ちょっと、あー、ちくしょう。よし、邪魔な男は消えた。オッケー、邪魔な男は消えた。あとはあの女物にするだけだよ。うわー、真下にぴったりくっついてやがる。もうあれ、ぞっこんじゃん俺に。よっぽど旦那さん嫌だったんだな。ぞっこんじゃねえかほら。もう一目散に俺のとこ来るやん。よし、ぞっこんじゃねえかよ。よかったよかった、寝取りで両思いだわ。やったぜ。いや早いって、早いって今のは。びっくりした今、ほぼワープやん、ほぼワープやん今の。びっくりした俺今。え、一瞬で詰めてきたぞ前を。びっくりした、俺もう死んだかと思ったわ。うわ綺麗だなこれ、ほらほら、寝てる時ちょっと埋まっちゃってるけど見てこれ、ほら尾っぽの先っちょまでオーラ出てるよ。結構かっこいいぞこれ。まあいいや、とりあえずささっとやっちゃいましょう。よっしゃ、オッケー、終わり。ナイトシェード状態でもテームできるね。よかった、はかれずも検証できたわ。実はナイトシェード状態の時はテームできないんじゃないかと思ったけど、うわすげえ、みなぎってるね。てかちょっと待って、クリスタル消えてね、ほらナイトシェードの時だけ。ちょっとまあもうここら辺りのデイノニクスは殲滅したし大丈夫でしょう。よいしょと、あれあれ、おや、これちょっと待って、これもしかしてなんだけど、ナイトシェード状態でテイムするとナイトシェード状態で固定されるのか、もしかして。その説ない。これさっきまでクリスタルデイノニクスだったのがナイトシェード状態でテイムするとナイトシェード状態で固定されるとか、そういう話ある、もしかして。めちゃめちゃおもろいやん、そうなったら。時間帯を見計らって好きな携帯の時にテイムしないといけないとか、めちゃめちゃなんかありそうでなかったじゃんそれ。ただもしさ、ナイトシェードとクリスタルで固定されちゃうっていうんだったらブリーディングできないね。別種族扱いでしょ、だってこうなってくると。そっか、ちょっとそれはやっちゃった感があるな。ブリーディングして3匹目揃えようぜっていう話だったのに、
て、帰ってきましたよということで、ポンと出して、ポンと出してと。あー、固定されちゃうっぽいね、やっぱりこれ。なるほどね。すごいね、これ。オーラが。でも、このナイトシェードになっちゃうと、クリスタル消えちゃうっぽいね、やっぱり。ほら。ほら。なんか、若干顔も違うしね。うん。まあ、これは多分、クリスタルが消えたことで、なんか、カラーリング変わったからっていうのもありそうだけど。さて、あー、やっぱり固定だわ、これ。なるほどね。じゃあ、やっぱり携帯が固定されちゃうのか。すげえ面白いじゃん。めちゃめちゃ面白いじゃん、ほんとにこれ。テイムした時の携帯が維持されるとか、めちゃめちゃ面白いじゃん、これ。公式にもこういう仕様の生物出ねえかな。なんかいたっけ、そういう仕様の生物。めちゃめちゃおもろいやんけ。まあ、ブリーディングできなくなっちゃって、3匹目を揃えるみたいなことはできなくなったけど、まあでも、これはこれでありやろ。これ、棚からボタ持ちと言っていい。で、サドルなんだけど、確か、あ、あったね。そうそう、クリスタルデイノニクスは、ちゃんと専用のサドルが元で追加されてるので、これ作りましょう。まず間違いなくこっちのクリスタルの子はつくと思うけど、ナイトシェードは名前違うけどつく、ちゃんと。あ、つくわ、よかった。さて、じゃあとりあえず乗ってみますか。乗ってみますかって言っても、まあデイノニクス多分変わんないと思うけど、ちょっととりあえずじゃあ最初にクリスタルの方から。うん、基本的にはデイノニクスとあんま変わんないかな。基本的にはとりあえずあれだよね、デイノニクスといえばやっぱ貼り付きですよ。あ、やっぱできるね。あ、貼り付きもちゃんとできるわ。じゃあどうなんだろうな。あとはあれか、敵に貼り付けるかどうかだよね。まあできると思うけどね、ここまでちゃんとできてんだったら。デイノニクス別にあのアップデートとかで変わったわけでもないしね。とりあえずワンパン火力は95だね。そんなに変わんないかな。やべえ、さすがにちょっと押し切られるか。で、ケブ火災は貼り付けねえか。ケブ火災は確かそんなでかいやつじゃなくても貼り付けた気がしたけど、ケブ火災ダメか。なんかステゴサウルスとかにも貼り付けたよな、デイノニクスって。まあちょっとうろ覚えだけど、ステゴサウルス貼り付けんだったらケブ火災もいけるやろと思ったんだけど、無理か。あれ、貼り付けないな。パラケラテリウム貼り付けるよな。赤い噛みつきマークみたいなのが出たらそれで貼り付きだよな。敵対しないとダメだっけ。いや、できてないな。あれ、ちょっと PVE モード一回オフにしてきました。あれ、あれ、バニラのデイノニクスも貼り付けない。あれ、赤いマーク出たら貼り付きだよな。赤いマーク出ねえな。あれ、あ、なんか条件あったっけ。本来デイノニクス大型の生物に対して貼り付き攻撃ができるはずなんだけど、なんかできないっすね。なんか条件かなんかあったっけ。大型生物に接近すると赤い噛みつきマークが出て、その噛みつきマークが出てる状態でジャンプボタンを2回押せば確か貼り付きができたと思うんだけど、なんかバニラともどもできないっすね。まあモッドの生物だからできませんよって言われりゃ納得なんだけど、バニラの方もできねえんだよな。なんか条件は変わっあったっけかね。まあいいや、まあとりあえず一応貼り付きはできるはずです。はい。でまあ一応他のところは変わんないから、多分普通に貼り付き攻撃とかもできると思うんだけど、ちゃんと群れボーナスもかかってたしね、野生見る限り。さて、じゃあ次はナイトシェードデイノニクスなんだけど、なんか遅くない。あれあれ遅くない。なんか野生の時に比べてなんかだいぶスピードがダウンしてる気がするんだけど、あ、重量、いや重量そんなでもないな。うん、なんかちょっと遅くない。え、ちょっと待って、え、メレー337だって。うわ、これリアルに欲しい。リアルのデイノニクスで欲しいんだけど。これダメージもそんなに大差ないね。まあもちろんその数値が違うからってのもあるかもしんないけど、
多分大差はない。基礎ダメージとかも変化はない。で、ちゃんとデバフもつくと。あれ？基本的なデイノニクスだね。ただ、ちょっとさ、なんか、グラがバグってんのかなんか知んないけどさ、これ、毛がほら、ほら、もしかしたら、なんか、クリスタルからナイトシェードに変わるときに色が若干変化するのかもね、これ。多分ナイトシェードになってるからこれ多分色がほれ、ちょっとバグってるというかなんかチカチカしてるんだと思うんだけど。いや、でも、いいね。いいね。この青いオーラまといながらこうやって走ってんのすげえかっこいいな、これ。めちゃめちゃかっこいいじゃん。いいね。絵になるね。個人的にはあれかな、普通のクリスタルよりこっちのナイトシェードの方が、個人的には好みかな。あ、そうだ、つかめる？ちゃんと。やっぱり出ねえよ。本当だったらもうこの段階でつかめる判定出てもいいはずなんだけど、やっぱ出ないっすね。なんだ？まあ、モッドの生物でそういう機能オミットされてますよって言うんだったら、まあ本当に話はわかるんだけど、バニラもできなかったしな。なんだろうね。一回確認してみたいんだけど、夜になるのを待ってみよっか。一回。もしかしたらそのクリスタル、今俺がテーマしたクリスタルがナイトシェードに変わるかもしれない。で、なんか加速するかもしれない。まあ種族固定っぽいっちゃっぽいんだけど、一応それも確認してみよう。じゃあちょっと夜になるまで待ちで。ああ、うちの子はクリスタルのままだ。ナイトシェードに変わってない。やっぱ固定っぽいね。なんか時間帯で形態変化するのかなって思ったけど。そういうわけではないのね。やっぱり固定か。うん。オッケーオッケー。なんとなく分かったわ。